こんにちはジャパソンですこの動画では模数試験の特徴についてお伝えしていきます。この講義をご覧になられている時点で、既に公式サイト等で十分に模数試験について調べているかと思います。ですが、この動画では改めて、これから模数試験を受験して、合格して、実務に生かしていこうとしているあなたに向けて、より効率的に、そして確実に合格して、実務に生かしていけるために、 押さえておくべき情報についてピックアップしてお届けしていきますで。全部で5つです。1、受験料。2、試験日。3、試験方法。4、合格率。5、合格基準点についてです。まず1つ目から、受験料です。高めです。端的に言うと。一般で1万780円。上級で1万2980円かかります。いずれも税込みです。 で、他の資格試験と比較すると、例えば、簿記3級であれば、これまた税込みで2830円、IT パスポートであれば7500円です。簿記3級の3倍以上の値段が一般でもかかります。で、ここでお伝えしたいのは、単に受験料高いですよってことじゃなくて、仮に1回目落ちちゃって、再受験するってなった場合に、金銭的な負担が大きいですってことです。 なので、受験料を決して安くはないってことをまず抑えておきましょう。これが一つ目です。受験料を安くはありませんというか、むしろ高めです。で、二つ目、試験日について、ほぼ毎日受験できます。具体的には、あなたのお住まいの地域の最寄りのパソコンスクールで、毎日、もしくは少なくとも2週間に1回程度の頻度で試験が受験できます。なので、非常に受験しやすい資格です。 ただし、毎日受験できるがゆえに、いつまで経っても受験しないってことが起こりうるので、その点に注意しましょう。で、私のおすすめとしては、もう今日、この後すぐ、試験日を決めて実際に申し込んでしまうことです。で、それについてはまた別の動画でお話しします。この時点では、毎日受験できるから先延ばししやすいってことを抑えておいてください。で、3つ目です。試験方法は、実技試験です。 これがモス試験の最大の特徴と言っていいかもしれません。例えば、簿記3級であれば、基本的にマークプラス筆記、IT パスポートもマーク試験です。でところが、このモス試験については実技です。ワードや Excel、PowerPoint などの実際のソフトを操作して採点されます。マークや筆記ではなく実技です。でだからこそ勉強方法も机の上で本を読んで、 なんか、シャープ円ンで何か書くってやるのではなくて、実際にパソコンを操作しながら学習していくことが重要となります。実技試験ってことを抑えましょう。で、四つ目、合格率についてです。合格率非公開となっております。ただ、私の感覚値、簿記3級とか IT パスポートとかを受験して、さらに IT パスポートよりも上級の資格、合格率10%前後、10%、20%ぐらいの いわゆるコードと言われる情報処理の資格を受験してきた私の感覚値で言うと、おそらく簿記3級や IT パスポートと同じぐらいか、それよりも合格率は高いです。簿記3級も IT パスポートも合格率だいたい50%ぐらいですので、50%と同じぐらい、それかそれより簡単ぐらいです。一般については。です。で、つまり、何回も受験して、どうにか受かるような資格ではなく、基本的には一発合格を目指せる資格ということです。 受験料も繰り返しになりますが、決して安くないので、一発合格を目指すこと。確実に一発合格を目指すことをお勧めします。で、最後が合格基準点です。5つ目。合格基準点は、公表されている値では550点から850点と、レンジがあるんですが、最近では700点で固定されています。で、抑えるべきは、すべての問題を正解しようとしなくていいってことです。 運転免許の学科試験のように9割取らないと不合格みたいに厳しい,な厳しいハードルは設けられていません。1、2問間違えたとしても全然余裕で合格できるような試験です。なので、別にそんなに気をって勉強しなくていいですよってことを伝えたいのではなくて、小手先の部分を置いておいて、基礎、基礎が重要となるってことです。基本的な問題さえ正解できれば。 重箱の隅をつついたような意地悪な問題はあまり出題され,されないと思うんですがそういった問題は仮に正解できなかったとしても余裕で合格点を超えられるような試験です。なんだよ。重視すべきは基礎です。確かにたまにちょっと応用的でなんか細かい設定を直さなきゃいけないような問題も出題されるんですがその辺を無視しても全然合格基準に達成られます。 でこの7割が合格点となっているのは、モスからのそういったメッセージでもあります。基礎を重視する試験ですってことです。以上5つお伝えしました。ではおさらいです。1、受験料。やや高めなので一発合格したいところです。で2、試験日、ほぼ毎日受験できてしまうがゆえに、準備できてから申し込もうって先延ばしにしてしまいやすいです。3、受験方法は実技試験です。実際に ワード、エクセル、パーポを操作して受験します。4合格率は非公開ではありますが、私の感覚値で言えば50%よりは上くらいです。なんで一発合格目指せる資格です。で、合格基準点は550から850点が公開されている値ですが、最近だと700点固定で合格できます。基本さえしっかりできていれば、応用的な知識がなくても十分合格に達成られます。 とということで以上、モス試験の特徴についてでした。